ド、レアル・マドリードさん、ビニがバロンドール受賞しないことにガチギレ。28日にパリで行われたのバロンドール受賞式だが、マドリーはビニシウスやその他の所属選手が同賞を受け取らないことを知り、同地に赴くことを取りやめていた。スペインマルカ曰く、マドリーは27日の段階でビニシウスがおそらくバロンドール受賞者ではないとの情報をキャッチし始めた。そして28日午後、バルデベバス練習場で選手たちと共にチャーター機に乗らないことを決断したようだ。また、マドリーの面々は口々に私たちにとってバロンドールはもう価値を失ったと語っており、もはやバロンドールを価値ある賞とみなしていない模様だ。こいつら何様なの？めちゃくちゃ上から目線で草。じゃあこれからマドリーの選手がバロンドール受賞しても価値のないものになってしまったわけか。ダサすぎる。ペレスは何でも自分の思い通りになると考えるような人間になってしまったようですね。ロドリで妥当と思う。ビニシウスは全試合合計で25点ほどしか取ってないので FW としては小粒すぎる。前年取れなかったハーランドは61点、エムバペ54点、そしてブラジル代表としては足を引っ張ってるような結果。単純にコパアメリカがひどすぎたし最近の印象があまりにもひどすぎた。多分人格で受賞できなかったんじゃないって思うわ。バロンドールは別に CL の副賞ではありませんからね。勝手に取れると勘違いしてつい先日、俺はこれからバロンドールを受賞しに行くんだぞ。と買い切っていたことを考えるとダサすぎる。ロドリで納得。時点でカルバハル。バロンドールは CL の MVP 賞ではないということを改めて示したという意味では良かったと思う。マドリー勢で票の奪い合いが起きたのが痛かったな。ビニ、ベリンガム、カルバハル、クロースト。自分のチームから受賞者が出ないから欠席するとか、マドリーはいつからこんなお子様チームになったの？失望したわ。圧倒的な個人成績だったわけでもないのに、受賞できなかったから文句言うって。